これってフジテレビって言わないとレイトって言わないとやばいかな。あの朝ですか？朝は普段会って話すとこんなに笑う人なんだねって結構言われたりするんですよね。なのでもうぜひやっぱり写真集の中でも見てほしいのは、私は笑顔だったり、あとは今までそのニュースの中では見せてこなかった、ちょっとまあ大人な表情とかっていうのもたくさん載って、いろんな本当に表情が詰まっているので、そういうところは見ていただきたいなっていうふうに思いますね。どれがいいかな、もう本当に本当に選び抜かれた128ページなので全部もちろんお気に入りなんですけど、これとか結構、ランジェリー風だし、かなり大胆な衣装でもあり、今まで絶対見せなかった表情だし、これ体のラインもすごく綺麗に見せられてるなっていうことで、結構これお気に入りの1枚ですね。あと、なんだろう、どれ選んだっけ、本当に開いてすぐのこのタイトルが載っている、これ選んだっけ、これは写真を選んでいく中で、この写真すごくお気に入りですっていうのをまず私が目に留まった一枚だったんですよ。でこういろいろ話し合っていくうちにこれが表紙にふっとはまって、でもうこれすごく雰囲気あるなと思って、今はですね自分の中で打ち上げ期間で順調にちょっと戻りつつあるんですけれども、まあ大好きなビール解禁なので日々楽しくビールを飲んでます。はい、時々でも泳ぐようにっていうのはしています。でも週1回でも泳いでるだけで全然体は違うので、なるべく泳ぎすぎないようにしつつ、楽しく泳ぐようにはしてますね。これってフジテレビって言わないとレイトって言わないとやばいかな。朝ですか？朝はEテレなんですよ。娘が今もう4歳から4歳になるぐらいの時期なんですけど、もうまさにEテレで、E テレ様にすごくお世話になっているので、ごめんなさい、朝の情報番組戦争っていうのは話題なのは分かっているんですけど、正直言ってあんまりちゃんと見ているのがないかもしれない。でもエイトって言っとこう。長島がね、すごい長島アナがすごいなんか目覚ましからまた一つ大人になった感じっていうのが、時の流れって素晴らしいなと思いながら見てますけれど、本当にこんないい子って世の中にいるんだっていうぐらい、その前に長島のお父さんと一緒にスーパーニュース時代結構長らくお仕事させていただいていたので、ね、多分娘の結婚を聞いてお父さんが涙してんだろうなっていうのがちょっと想像できて、まあそんなちょっと、お父さんの代から知っているっていうことで感慨深く見てます。まあ、写真集っていうかなり今までのイメージと一番違うベクトルのお仕事をさせてもらったことによって、何でもやっていったなっていう自分の中の扉が開いたっていうふうに思ってます。なので、先日ちょっと日テレの突破ファイルで演技のお仕事をさせていただいたり、あと、バラエティも、ね、引き続き出していただいたり、YouTube でもただのすっぴんで飲んでるだけの動画ですけれど、そういう部分でも幅を見せられているなって思うので、もうとにかく本当にいただいたお仕事全力でやりたいって思っていますし、スポンポン以外全部 NG ないんで何でもやりますっていう気持ちはもう新人アナウンサー時代から変わっていないので